アンダー25世代にできること、シーンにワクワクをということで、私は発表させていただきます。今日の話って言って、まあ自己紹介からこんな感じで話していきます。資格がね、非常に取るのが好きで、それでまあ ME2 賞を1年生の時に取った後に、MDIC を2年生の時に、で、2年生の時の夏休みを利用して、BLS のヘルスケアプロバイダー取ったり、救急法救急員取ったりとか、そんな感じの、まあ、ことをしながらですね、学生団体立ち上げたり、あと、ダブルライセンスを取ろうなんて考えてみたり、で、大学では病院ボランティアのサークルに入ってて、それで子供たちに服薬について教えるような絵本制作のリーダーを務めました。希望とモチベーションを持てる場所ができたらなと思って、